な図だな。そわそわする。じゃん。ちょっとこれを作ってて、あのめっちゃ急いでやってました。なんか食べとれ。はい、いただきます。はい。はい、というわけで本日から先生に買っていただきました。なんかよくわかんない、なんてお酒なんでしょう。こちら、ですね、何ですかこれ。シャンパンです。ドンペリニオン。アルコール 12.5 の、はい、シャンパンを先生からいただいたので、なんかくるくる回すみたい、事前に調べたら。はい、こちらを開けたいと思います。こうね、いきます。誕生日おめでとう。はっ、はっ、おお、意外とすんなり。わーい、ありがとうございます。おめでとうございます。どっちが私の生まれたことに感謝し。乾杯。うわ、匂いやば。あ、うん、うん、うん、よくわかりません。美味しい気がします。はい、ではこちらは制服です。怖っ。マジで怖い。ん？タイプってかストッキングだね。うん。あ、やべ。もやしが落ちてた。あ、一応あの短パン履いてるんで、見えても、あ、なんか見えてもパンツじゃないんで。失礼しました。今日はね、あの赤パンじゃなくて短パン、見えても大丈夫です。なんかいつもより胸小さくね。まあ、前から見てるからじゃない。あの 横から見るとあの こんなんだから。可愛い動きして。できないよそういうの。そういうの苦手。私そういうの求めないで。そういうの無理。この状態でそういうの求められても無理。得意じゃないそういうの僕。今クリームパン持ってた手だよ。うるさいな。お腹つまんねえで。ちなみに結構ガチでコルセットしてんだよね今。つまめない。コルセットしてて、うわ、つまめてる。わ、つまめるな。やめてもう。お腹いじり。自分で今つまみに行ったけど。やめて。そうやって。今日誕生日。これ一応。主役？まあ確かにな。ちょっとお腹出てる。だってラーメン食べたしさっき。ラーメン食べたしな。ぐらいで出るのは仕方ないよな。はあ。ムチムチ、ね、気にするよ。女の子はそういうの気にするからね。え、どこを見てムチムチって言った今。だってほぼ見えないじゃんね、君たちこれ。まだ太っても大丈夫だよ。何キロまで行っていい？痩せたい。ダイエットしたい。でもこれさ、でもさ、これさ、だってこうさ、こうなってるんだからさ、でもほら気にしだしたじゃん。もうこんなこと言うために誕生日を迎えたわけじゃないのに。そんな太い人はしばくぞマジで。今日は主役だから全然殴るよ。普通にカメラ殴るよ。パンチするよ。
歳になったから、まあ、お誕生日だし、そろそろちょっと、まあ、21歳の気持ちでも語らせてもらおうかな。足組めるかしら。パンツ見えたらごめん。見えないか、さすがに。そうね、うん、そうね。まあ私、大人ま21歳になりましたけど、うん、人生が何か豊かなものになったかしらね。いいね。なんかこれさ、見て、手と足の色が違うなって思うかもしれないけど、これ、あのスパッツなんで、これ、あの、なんか、肌色全然違うんで、こうやって言うと。これ、スパッツ入ってるんですよ。生足じゃない。一応、スパッツ、タイツでもない、これ、結構濃い、ほら。わかる？結構濃いタイプ。スクショタイム？ないよ、そんなもん。それはもう。フルトラだったらいいけど、この格好でスクショはちょっと恥ずかしい。中の人とか言い方よくないな。こいつ人に写真撮られるのめっちゃ苦手だからね。こいつスノーで撮るから。いや、まあまあまあ、それスノーで撮ってくれたらありがたいけど、お前らがやるのはスクショだろ。どうすんだよ、この画面をスノーで撮るのか。どこに反応すんだよ。こことここに。詰めればよかったな。おっぱいにもっともっとこれぐらいに してくればよかった。なんかでかくないみたいな。入んないよこれ、きつくて。もう結構もうきついこれで。うん、くそ、なんかもう こんなん詐欺やめろ。めっちゃスカート短いの分かったし、あ、やるかと思った。あ、でも良くないかも。本当に指がちぎりパンみたい。うるさいな。とってもうるさいな。もうめっちゃね、本当にさ、手に関していじられすぎて気にしてるんだけどさ、そんな気になる？お手手がパン。もちもちで良くない？もうそれ褒めてるの、君たち言うとき。今日誕生日なのに。でもこうやって見ると本当にちぎりパンみたい。こうやって言うと。ちょっと恥ずかしいな、歌うの。そしてキュッとしてキュッとして夢の中描いて